おとつい、炭鉱者という、あれは京都の浦千家が経営している、なごみという雑誌を出している炭鉱者という本屋さんから、私の伊勢物語の、これ2年半、なごみ連載したものなんですけど、それがまあ一冊まとまったのが出て、一冊だけ見本おとつい持ってきてくれました。もう来週あたりから、まあ、本屋でも買えるようになるだろうと思いますけれども、そんなに部数はたくさん出ませんけれども、なんか恋の王朝絵巻とか伊勢物語という本です。なんかこの成平さんらしい男がこう衣冠束帯でこう立ってる林派の絵を使いたかったんですけども、なんかそれ他の博物館の絵で使用が許してもらえなかったからというんで、柿つばたの図案のあれです。ただまあ「源氏物語」の光源氏の色好みというのはある意味では非常にこう理想化せられたというか、あるいははっきりと形を整えた一人の人物を核にして、象徴的な形で示されている色好みの主人公ですね。あそこまで行くまでに伊勢物語の百何十段かの短編歌物語の実は一人の昔男ではないのですけれども、昔男ありけりというふうな形で、出てくる伊勢物語の短編の話の主人公はいろんな古代の色好みの物語の主人公になる人物が散りばめられている、あそこへ凝縮せられている、そういう形の短編歌物語集で、ですから当然テーマは恋を持って、貫かれていることになりますけれども、実にさまざまな恋が時にはあっけないような形で、時には、意表をついた思うおば思い思わぬおば思わぬものを、この主人公は思う思う思わぬ思うけじめつけぬものにぞありけるとかいうふうな、そんな恋の主人公も出てくる。しかしそれがまた意外に古代の色好みの理想にかなう男の姿であったりする。それから私は男の色好みの前に女の色好みがあったんだと思いますが、神話の中ではおそらくそうに違いないと思うんですが、その色好みなりける女というのが三つほど伊勢物語の中に出てくるんです。非常に短い話でそれだけでは何のことかわからないのですけれども、色好みなりける女というのが色好みの男の物語の中にちらりと出てくるだけでも伊勢物語っていうのは面白いと思ったりするわけですけども、それで伊勢物語の
真相がどれほど分かったというものでもないのですけれども、割合に、まあ、読みやすいようにと思って、伊勢物語のすべての話を完全に訳しているわけじゃないのですけれども、多少面白そうな話を抜いて、現代語訳して、そして私なりの説明をつけているわけです。で、巻末のところに僕が子どもの頃から聞かされてきた、父親とか母親の話というのではない、もっといわばきちんとした教育を受けているのではない昔風のおばあさん、私の祖母というのでもない、私のうちにおそらく祖父の代から来て、そしてずっと年を老いるまで、女子衆として働いていてくれたおばあさん、あるいは男衆として働いていてくれた万さんという私の子供の頃もごま塩のおじいさんになってましたけれども、そういうおじいさんやおばあさんから聞かされた話の一部分、そしてこの物語と伊勢物語の何らかの部分とこうつながっていくような感じがだん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 僕の心の中でしてきた、そういう幼い頃の聞き書きみたいなものもちょっとこう最後に解説の中に加えて、おきました。それからこれはまあ源氏物語とも非常に深い関連を持っていることなんですけれども、我々が源氏物語というものをこうして読んだり、あるいはそのことについて研究を発表したりする、その心とは全く違う心で、実は源氏物語が生きていた平安時代の人々の心の中にはあったんだということ、それは非常にやはり重要な問題で、現代の我々もそのことを心に置いておくべきことだと思うのですけれども、例えば万葉集の中に台詞の中ではどの天皇とはっきり書いてないのですけれども、前後の順序から考えて持統天皇であろうと大体万葉学の上では推定せられている天皇と、そして C のお棟という、おそらくこれは中富の C の中富の語り部の C の家系に属する一人のおばあさんとの間のやり取りの歌で、そのある時 C の女が稲といえど語れ語れと乗らせこそ C は申せ C ごとと乗る、あ、そうか、その前に天皇の方から多分持統天皇女帝であった天武天皇の皇后宇野ささらの王女、後に天武天皇亡き後に女帝になった方ですね、稲といえどしうるしうるしいのがしい語り、この頃聞かずて我恋にけり、もう嫌だ、そんな同じ話何遍も何遍も聞かされて嫌だ、もう聞き飽きたというのに、それでもまだ無理強いに詩語りをして聞かせる、その詩のばあやの詩語り、長い間聞かないでいて、この頃ふっと恋しく思うようになっているよという歌が届いたわけですね。でまた C のばあさんが稲といえど語れ語れと乗らせこそ C は申せ C ごとと乗る、もう私も語るのが嫌でございます、もうやめにいたしますと言ってるのに、それにまだ
話しなさい話しなさいとおっしゃるから私はお話申し上げたんでございますよ。今になって、無理事語りをしたなんておっしゃるのはひどうございますわとこう答えているわけですけど、こんなその歌がなぜあるのかっていうのは折口博士が早く言ってるわけですね。つまりそういう宮廷の大貴族のやがて天皇のお妃になる、そして天皇の一番大きな力背景の宗教力を天皇に取り継いだり与えたりしなきゃなんない、そういう大事な女性にやがてなる若い女の、あるいは幼い女の子には大事な魂の教育が必要だった。その大事な魂の教育っていうのは結局その魂の歌、魂の語りを繰り返し繰り返し語って聞かせることによってその大事な魂の力がその人につくのだと。おそらく天使にならなければならない男の子や、あるいはやがて古代ならば大妃と言われるような、例えば天智天皇の大妃である大和の大妃なんかもそうですね、あるいは持統天皇なんかも天武天皇の大妃としてそういう力を持っているわけでしょう、あるいはその古代の天使なんかもそうでしょうけれども、そういう人たちに大きな魂を身につけさせるその仲立ちの役、介助の役をするのが、そういうやはり、魂の歌、魂の物語を語り伝えている、まあ、語り部の翁というふうな、この詩の翁のようなそういう女性であっただろうと。だからそれも日本風な古代の教育の非常に古い形だったんだと。やがて大陸から新しい漢学の教養が、あるいは学問が伝わってくる、あるいは、大陸の技術が伝わってくる、そういうものを当然また日本人は身につけなければならないけれども、しかしそういう外来の学問や外来の技術を身につけるのは、これは最高の日本の宮廷の人たちいうことではないんで、外来の技術を獲得する特殊の技能の保持者、あるいは外来の知識を時代に文字を書いたり文字を読んだり記録したりしていくことのできる、やがてその文書博士というふうになっていく、そういう技術者ですね、知識の技術者、それは別に貴族の最高の社会に属する人ではなかった、つまり言ってみれば中流の知識の技術者、あるいは新しい大陸から渡ってきた技術の獲得者であって、そういうのは職称としてそれが大事だった。しかしそれはいわゆる学びという真似びという真似するという形で獲得せられていくもの、ところがそれに対してそれよりもさらに大事な魂の教育というのは、実はその遊びという、まあ、今日も出てきましたけれども、やがて詩歌還元の遊び に重点が移っていきますけれども、その遊びの一番古いのは魂を
非常に深く強くすること、それが遊びなんですね。魂に関する、だから生きているものの魂を活力を与える、それも遊び、それが一番大事な遊びです。それから死にかかった人をもう一遍こう蘇らそうとしたり、あるいは死んでしまった人の魂をもう荒びないで、静かな清らかな死者の魂として静まらせる、これも遊びなんです。古代に遊ぶ上というふうなのがあって、記録の上では遊ぶ上の一番大事なことは、束の中に一遍こう葬られた天皇や皇族なんかの魂が、この世で威力のあったものほどやっぱり静まりにくいわけで、束の中で荒びたりする、あるいは光を発したりする。そうするとその遊ぶ上のものが束の中に入っていって、なんかやっぱりマジカルなことをやって、その魂を沈めようとする、それが遊び上の記録の中に出てくる触笑なんですけれども、この遊び上なんかの触笑も そんなに荒びる魂を沈めるマジックだけが大事だったのではないだろうと思うんですね。記録化せられたものではそういう面が大事になってくるけれども、記録以前の古い面ではおそらくやはり、もっと清らかな、そして今、大事な人の肉体に宿っているべき聖なる魂に活力を与える、あるいはその魂をしっかりとこう宿るべき肉体に定着させる、あるいは疲れた魂をリフレッシュさせる、そういう役割が遊ぶ、あるいは遊ぶ上の非常に古い重要な意味だっただろうと思われるわけですが、まあ、そんなことを考えると、その語り部の大名が貴族のまだ若いあるいは幼い男女に魂の歌、魂の物語を語って聞かせる、歌って聞かせる、繰り返し繰り返し歌いかつ語って聞かせる、つまり歌の一部始終、それは物語が包んでいるわけで、その物語の働きの一番こう核は歌にあるわけですが、ですから歌と物語っていうものは不可分の形を持っているわけですけど、だから語り部の語る一番やはり、力の生き生きと示されているところは歌であって、そしてその歌がいつどこで誰によってどういう形で発せられて、その結果こういうことにその働きが及んだというふうなことを語るのが物語になるわけですけど、そういうものを語ることが平安時代になっても大貴族の家、天皇家とか藤原氏の家ではやがてその天皇になったり、あるいは皇后になったり中宮になったりするような人には一番大事な教育であった。そういうのを折口信夫は感染教育、おそらく感染教育、先ほど松田先生ともお話してて、松田先生はそんなふうにおっしゃったけれども、外国のそういう民族学者の言葉の翻訳の形、翻訳語であろうと思われますけれども、感染教育、感染の力をこう波及させる、及ぼす。だから教育者といっても、それは後世のこの非常に人格高潔で学問的な知識を広く深く持っているから教師になれるとかいうふうな、そういうのとは違うわけですね。一番その教育の大事な部分は歌と物語にあるわけで、その歌と物語をつまり古代の心のままに、語って、繰り返し繰り返し語って、歌って、語って歌って、そしてその歌と物語の中に
こもっている霊力を伝えるべき貴族の子女に確かな形で密着させる、もうその不可分の形で体内に染み込ませる、浸透させる、そういうことが大事だったわけですね。ですから紫式部が、つまりそういう役を平安庁なんかで、一番やがて皇后や中宮になるべき藤原氏のお姫様に大事な役をしてたのは女房たちでしょ。紫式部だとか清少納言だとか、その他あの名のある紫式部日記なんかにはそういう女性がたくさん出てきます。紫式部って人は非常に批評眼のしっかりした人ですから、自分とちょっと傾向の違うものには大変評価が厳しいわけです。清少納言とか泉式部に対しては非常に評価が厳しいわけです。なんとなく物優しそうな紫式部さんにおそらく従順だった女房じゃないかなと思う。そういう女房にはなかなか優しい言葉で批評が書いてあるわけですけれども、そういう紫式部ですから、大変僕は批評眼が深く鋭かったと思うんですね。それが紫式部日記の中にも人物評として出てきますけれども、あるいは、あの頃の世情に対する批評として出てくる場面がありますけれども、源氏物語読んでてもいろんな評論的なところが出てきますよね。で、そういう紫式部さんが書いた物語をもう道長が待ち受けていて、そして手元からこう奪うようにして持っていって自分の娘、一条天皇の中宮になっているその娘に与えるわけですね、読ませるわけです。あるいは別にその頃の流行作家の評判になる作品をいち早くこう自分の娘に読ませるというのとはちょっと僕は違うと思うんです。やっぱりそういう力ある物語、力ある物語の中の力ある役割を果たしている和歌、そういうものを中宮の魂にこう感染させる、読ませて、そして繰り返し読ませて感染させる、そういう意識がまだあの頃には人々の心に、言わず語らずのうちに伝わっていたと言ってもいいんですね。で、それだからまた光源氏がこの新しい時代、自分の息子には新しい教育、つまり文章博士のとしての漢学研究者としての道を歩ませておこう、それが新しい時代のつまり祭りごとをする貴族の新しい地位を獲得する力になるだろうと思ったに違いない。それで左大臣家のおばあ様が、あるいはこの今の内大臣、おじさんになる内大臣なんかが反対するのを押し切って夕霧に文章の将になる勉強をさせるわけですね。夕霧自身もあんまり進んで、その父の新しい教育法に従おうとは思っていなかったのを無理に、でも夕霧ってのは割合に素直な子ですから、それに従っていくわけですけれども、あの辺あたりがこう新しいこう教育の在り方、漢学、それから漢学をつまり深く身につけて、そして、中国の歴史書、それから日本の日本書紀はじめとする歴史書を読むということが貴族の政治家としての一番こう基礎になっていくんだという意識がはっきりとこう藤原氏のことに一番中心になっている北家藤原
の人たちに自覚せられてくる時期、はっきりと意識の変化が自覚せられている、いく時期だと思うんですね。古い感染教育、歌、物語、神話の感染による教育というふうなものから、新しい貴族社会の感覚の、まあ、それ以前にもちろん菅原道真だとか女性の内子内親王というふうな感覚監視に秀でた人が出てきて少しずつこう変わっていくわけですけれども、しかし「源氏物語」なんか見ているとその大きなこう変わり目のところにある。しかしまたより古風な歌物語の感染教育というふうなものの心の伝統も、我々現代の我々には想像もつかないほど細やかにそれは少数の非常に聡明な人には自覚的に説明できるような形で、しかし多くの人々には言わず語らずの形で心の中に流れている時期であったと。そういう時だからこそ「源氏物語」というふうなこういう物語が生まれてきたんだということも言えるだろうと思うんですね。でそんなことを考えていくためには、もちろん「古事記」から始まって「風土記」や「万葉集」というふうなものの中に流れているものを見ていくことも大事ですけれども、平安時代になったらまずやっぱり「伊勢物語」、そして「源氏物語」というふうなこの脈絡は非常に大事なことだろうと思うのですが、何もそんなことを系統だってこの本では書いているわけではないのですけれども、やっぱり伊勢物語というのはことに伊勢の国の大和との国境に生まれたもんですから、昔その伊勢と大和をつなぐ古い感動の 村で生まれて育って、そしておばあさんになって私に話してくれた大和の国の村のおばあさん、あるいは隣の郡の山一つ越えた村からやってきた万さんという男衆の聞かせてくれた話なんかが、伊勢物語の中にこう散りばめられているなんか古風な話とこう響き合うところがあるわけなんですね。私は広く外国の神話やあるいは外国の比較民族学者の本を丹念に読んで、それとこう日本の古典等を比較していくというふうな緻密な研究をしてきていませんけれども、断片的に柳田先生や折口先生の話や書かれたもの、あるいはその他の著作からこう断片的に得た知識と、自分の幼い頃から聞いてきた、それからこう今「伊勢物語」「源氏物語」で読んでいる内容と、不思議にこう知識というよりはむしろ感覚的な形で響き合うところがあるんですね。そこのところが非常に私にとってはなんか大事な気がする、ありがたいものを得させてもらったというふうな気がするんですね。非常にクールな形でそれを知的に処理していくこと、これも研究者として非常に大事なことなんでしょう。しかしもう少しなんか感覚的な形でそれを感じ取ってきた、そのことが私にとっては大変こう日本の古典和歌や物語を読んでいくのにありがたい頼りになるところが
あるんですね。まあ、そのことを多少とも書いてみたのがこの本ですけれども、